リンゴ？お、終わったのか。聞いてみましょうか。リンゴ？討伐46。バベルの破片。説明します。アキラ、アキラっつったらパズス。やっぱアトラス作品で、てかまあ主にメガテンでおなじみのあのアキラだよな。悪霊の王、どこに出てくんの？アローエリア。アキラ、あ、そっちなんだ。シート、いいですね。シートって B までしか追加されんのかな。血まみれのコンプ、そうか、アキラか。納得だな。だったらはい、持ち主。人の世界の終わりを止めるし、これめちゃくちゃ強そうだな。早急な対処、速やかに。なんだろう、もう引き返せない的なあれになるのかな。まあいいや、進みますか。確認します。目標はソウルマトリクス、アローエリアに存在する未知の領域の踏破。その先にあるアローの記憶にアクセスし、コベナント封印の解答法を入手します。了解。心配いらねえよ、俺たちがついてんだ。行こう。心強いな。あ、そっか、依頼か。リンゴは何を望む？よっしゃ、全部。ゼノンな、こないだ倒したじゃない、あなた。新たな問題を検知。ユニコーン、何だったい？こないだのボス。新たな問題を検知。新たな問題を検知。サキュバス。ああ、50。新たな問題を検知。フィーブルか。新たな問題を検知。あ、ごめんなさい。新たな問題を検知。あ、ブルーハワイなんだ。新たな問題を検知。スザクか。もうスザクが普通に出てくるようになるんだ。新たな問題を検知。はい、最後ゼノン。新たな問題を検知。杖だろうな。ということらしいです。で、第3層ボスが各エリア残ってるんで、じゃあやってきますか。リンゴは何を望む？進化のために。よっしゃ、行きますか。とりあえずまあやってみましょう。ふい、行こう。どうするつもり？任せとけ。サンダルさんじゃないですか。試してみたら。遅いぜ。なるほど。この戦い、必ず勝とう。どうしよう。
まあ、いい試してくれるか、ミレディ。絶対に倒してみせる。よーし、リング、それで行くの。ほらね、いつも通り。汗どうなのかな。あー、なるほど、四足が無理か。くだらぬ。俺の時間だ、行くぜ。一鉢だな、避けられねえぜ。よし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 、私たちなら勝てる。一気に決めるわ。これそのまんまだったらどうなの。ここなんだろう。いいでしょ。あ、そのままだこれ。クールな動き、よーし。この戦い必ず勝とう。あります、コークか。よろしくな、パワーアップ。あ、いや全体的にさせない。こいつは引くよ、断ち切る。倒してみせるさ、この力があれば。お前の力任せろ、見せてくれ。逃しはしない。血に飢えた死ぬべき。いいぞ。貴様、アマゾン。やったね、すごいな。ははやることは分かってるわね。行こうか。ここはあなたに任せるよ。サイゾン、ミレディ任せるわ。私の番ね、行けるわね。さて、この戦い任せて。これどうしようか。フォローしなさい。ある、なんか、いや、なんかいたな、そういえば。あ、これパワーさんか。あ、しかもなんかこれ他は、よし、じゃあパワーさん行こう。ありがたく受け取るわ。了解よ。必ずやってよ、ミレディ。はい、4つ取れっか。張り切っていこう。行くよ。これにすっこなかった。そうだ、いいの。あら、言われるまで。これ4つ取れる。血に飢えた死ぬ道。よいよい、出してくれても構わなくて。身の程を知る。です。やることは分かってるわ。やってくれるか。弱点を狙いさえぞ。大丈夫っしょ。いけるわ。それはセタンカさんほどじゃねえだろ。強いぞ。警戒しろ。よーし。ちだね、中央。あ、コーク。勝ち切る。手応えあり。よし、いいの。あら、はい、見て。どう。さあ、宴の時間だよ。おるかな。うん。遅いよ。それは待てな。あ、ついよ。俺の時間だ。臨機応変に行くよ。これ行っちゃう？これ。行っちゃう？流れを変える。これがアイオンの戦い方。強いぞ。やってくれるか。避けられねえぜ。ここはあなたの戦いだ。構わないぜ。よし。ここはお前の助言。仕留めなさい。楽だな、設定な。仕方ない。この戦い。じゃあ、これで。必ず勝とう。ほら。ジヤマ。ジヤマ。行くかな。あ、残りました。へこんだ。くだらぬ。まだまだ良さそうだ。終わりってことだよ。サイゾン、ミレディ任せるわ。強くなりすぎちまったか。なたたし、すごいだろ。ん、歌舞伎もの、なんだそれ。
ここまでだな。ずいぶんいい動きだったが、まだまだだな。いや、まだだ。もう一度手合わせしてくれ、レイム。ずいぶん頑張るな、アロー。当たり前だ。俺はあんたみたいなサマナーになるんだ。そう言ってもらえると、俺もサマナー冥利に尽きるな。だが、今日はこの辺にしておこう。お前に話があるんだ。話？以前と比べて格段に霊力の制御が安定してきている。スタミナもついてきたし、悪魔の運用も的確だ。そして何よりお前は心が強い。わかるか？それはサマナーにとって最も大切なことなんだ。お前を支えているもの、例の約束か？うん。そうか。アロ、お前にヤタガラスから近いうちに正式な辞令が出されるだろう。それって。ああ、免許皆伝だ。晴れてお前もヤタガラスのエージェントということになる。俺がエージェント？おめでとう、アロー。ここまでよく頑張ってきた。俺はお前との約束を果たすために、ヒーローになるためにここまで来た。お前もどこかで戦っているのか、カブラギ。知ってる顔が出てきたね。ああ、あの後サマナーとしての才能を覚醒させた俺は、ヤタガラスの使者にその力を見出され、コマドリに転所することになった。そこで俺はレイブンと出会ったんだ。何年か経ってコマドリを出るとき、俺はデビルサマナーの存在を知った。レイブンがそうだということも、世界を良くするためにサマナーとして戦うあの人の姿は理想のヒーローそのものに見えた。レイブンに憧れた俺はデビルサマナーの修行に明け暮れることになる。それがカブラギとの約束を果たすことになる。アローはそう考えたんだね。ああ、そしてカブラギもそうだった。ファントムソサイティに内定として潜入した時に俺たちは再会した。そして別れた後どのように生きてきたかを語り合ったんだ。どうだったの？ほとんど同じ人生だったよ。俺がコマドリに転所した直後にあいつも才能を開花させ、ファントムのサマナーにスカウトされたらしい。ほんの少しの偶然が運命を分けたってことか。もし力を開花させたのがカブラギの方が先だったら、もし先に養護施設にやってきたのがヤタガラスじゃなくてファントムのサマナーだったら、俺たちの辿る道は全く逆のものになっていたかもしれない。家庭の話だね。アイオンはそういう考え方をしない。いや、しなかった。アイオンに時間は存在しなかった。原因があって結果がある。人間が時間と呼ぶものはその連なりに過ぎない。だけど、時間を現在と過去と未来に分けて認識するようになった今なら、あなたの考えていることが少し理解できる気がする。
あの時こうしていたら今どうなっていただろうって。なら、こうして過去を悔やむことが意味のないことだってのも理解できるよな。無意味だと分かっていてなおそれに囚われてしまうってこともね。なあリンゴ、俺間違ってないよな。あの出来事にどういう意味を与えるのか、それを決められるのは生きているアローだけだよ。そうか、そうだな。うん、ごめん、少し感傷的になってたみたいだ。なるほどな。なんかね、どっちとも同じ道に、同じ、なんだろうな、部署って言ったらあれだけど、うん、一緒に入れたらなっていうのも思ってしまうんだけども。サバトの最大スタックスに応じて取得経験値、経験値はな、うん、一定確率でガード効果が、あ、そうなんだ、負荷って書かれてる。うん、リアリティの高い、あー、あのね、基本的にね、あんま経験値をね上げるの好きじゃないんですよね。これにしよっか。じゃあよし、ブレスレット、エロメス、デヒモス、エルメスか。好きなもの持っていけ。やるね。おお、さすがだな。欲がないのが逆に。あ、サンダルさん。サンダルさんちょっと見てみますか。とりあえずまあそんなに、うん、苦ではなかったな。よかった。やりやすかった。まあレベルが今、うん、そうなんですよね。45とかだからか。なかなかちょっと、ソウルレベルの関係でちょっと。やんならやっぱ一気にやりたかったからな。強力な悪魔が作れるようだな。登録をするのだな。本当に良いのだな。未知の悪魔が生まれそうだ。サンダルさん50なんだ。あ、じゃあいい具合だったのかな。じゃあ、まあやっぱそうだよな、この辺になるよな。ほう、これはなかなか。さっき、あ、いい、ちょうどさ、やっぱあのボスキャラっていう感じのあれですね。うん、ザオウが次でいけんっすよね。おお、これはなかなか。ザオウ権限作りたいっすね。なてか間もなくか。あ、そういえばあれ、好みを述べるがいい。さあ選択の時間だ。ラクシャーサがなんかツネス玉、シーサーパワー、なんか作りやすいのねえかな。ワカミマーラ面白すぎるだろ。こだまよしつ、ダキメルキか。ラクシャーサ物理だよね。おお、これはなかなか。玄武モスマン、モスマンいいかな、そろそろ。あー、てかあれか、献上するやつだもんな。なんか MP うんぬんはいいかな、それ。あ、シルキー今つけてんだよな。プリンシーユニコーン、パワーキマイラ、うん、普通主モスマン、あら、
チミトル、ヘルジュエンジェル。ああ、別にこれでもいいな。モスマンはもうでもさすがにいいのかな。アフサラス、ハリティか。ああ、別になんか献上するだけならいいか、これでの。ほう、どのスキルを引き継ぐのだ。じゃあ。こうかな。心の準備はできたかな。ついていくっつった今。よし、できました。して成果はいかに。ほやほやですよ。あのスキルはガバガバっつうかシンプルすぎるけど。どうぞ。これで研究もはかどるぞ。これラスっぽいですね。さて、精神と肉体の関係。あ、なんか目が憂いてる。精神と肉体、精神が肉体を凌駕する。切り離せないもの操ってる。どうなんだろう。何が分離、どっちか。これかな。ほう、古臭い。あ、物心二元論でいいのかな。ではあるが、独立した関係性ではない。うん。ああ、まあ確かに。つまりは、そう言われると確かに。同時に肉体が、ああ、まあ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 、逆のことも言えるってことか。うん。憂いてんだよな、なんか目が。祝福ね。活性。人に似た体を持つ人でない。リンゴちゃん、この間、大怪我を負っちゃったしな。結構生々しかったな、あの銃の撃たれ方。カーテンコール。ユウスケがなんか、カズヤに撃たれた時みたいな。待っておるぞ。あ、帰ってきた。これがラスってことは、じゃあこれ以上は減額してくんないのか。エンドオブ。ドラゴンスフィア。お、パーソナルイベント。ちょっと見てみようか、どんくらいになってるか。見よ、生命の痕跡を。高い。100にしたら、ペルソナだと結構安くしてくれんだよね。うん。ちょっと行ってみましょうか、じゃあ。また来るがよい。いらっしゃい。はい。アロー、お、3人か。かわいいやつ。気をつけろ。まあ確かに、信じすぎちゃうとっていうだな。精神力か。うん、そうね。なんかまあちゃんとボーダーを引いとかないとってことよね。心配様。それじゃあさ、ドライな刺激関係。ああ、稲葉の。どうでもいいわ。ああ、クールな女性。上書き保存ってやつですね。名前をつけて保存と上書き保存。それじゃあさ、そうだな。ああ、ブそういえば
どうでもいいわ。顔めんどくさいだっけ、あの委員長とか決めるときのやつね。黄色くなりましたね。よし、じゃあとりあえずじゃあ次はミレディエリアのボスをやりに行きますか。なかなかいいイベントでしたね。